はい、久々のキオスポということですね。フィール学園の後輩の2人に来てもらいました。まずは野村さんです。こんにちは、野村です。木原さんの2つ、石さんの33期、野村ひろきです。よろしくお願いします。そしてその同期の吉本を、はい、ユニフォーム着ないと誰かわかんないんですけど、はい、僕です。33期の橋本清です。このユニフォームはね、なんかね、はい、当時の本物らしいの、はい、甲子園で着てました、うん、はい、あのかなりあのレアなユニフォーム、本物ですからね。本物ですね。これ、TL の刺繍はかっこいいよね。かっこいいです。かっこいいです、うん、ちゃんとその PL 学園っていうのは選手だって採寸してくれるんですよ、はい、あの普通の高校は多分ね、表示通りでやられると思うんで、 PL 学園は選手にデサントの方が来て採寸してくれて、あの色を作ったっていうね。でそれで僕がプロ入った時に西武でそのユニフォーム採寸した時に、あの高校野球の時のあのおっちゃんがあったの、はい、デサントの方が、デサント、みたいな感じで、やっぱりすごいなと思って、PL だからもう、まず、まあ、PL 学園高校時代のことをね、話していこうかなと思うんですけど、いろいろみんな、他の YouTube チャンネルでやってると思いますけど、はい、まあ、みんな、ね、年下の子たちが、俺のことをガチャガチャ言ってるけど、はい、目の前で言えるのかって言う前だって言ったな。そうですね。それを言いに来たわけですよね、我々。それで呼んでいただいたわけですよね。そりゃそうよ、目の前にして。そりゃそうですよね。あんまり変なことは ね、もちろん言ってない。変なこともないですけどね。変なこともないです。先輩のもう。いや、まあ、部屋語でしたから、我々。慣れ筋からちょっと僕今日の探してもらっていいですか。はい、どうぞ、うん。今日はもう2人が入学した時は、僕は黒木さんの部屋だった。黒木さん、中津さん、2年生ですね、で、僕と中西だったんですよ、1年生2人、はい、で、清原さんと橋地が同じ部屋でね、そうそう、清原さんと、正木さんと、月城さんと、で、私で最悪のメンバーですか。いや、最高です。まあ、でも正木さんも怖かったし、むっちゃ怖かったもん。何でその汗、もう汗かいてるやん、お前。え、なんで、ここにマックを打ったら歌われるぞ。暑いやん。変な汗って、もう暑いんですよ。めちゃめちゃ涼しい。いや、むちゃ緊張するやろ。それしてるよね、うん、酸素薄いやろ。だって京原さん、だって今日外で待ってたら俺一緒に行ったやん。びっくりするやん、そら。いや、あの待っていてええよ言うたら俺も行く。そうそうっすよね、京原さんね。まあまあまあ、すごいね。最強でした。最強でした。ちょっとね、癖強いメンバー多かったね。いや、気合入りましたね。一番やっぱり先輩おっしゃる通り、なんでここみたいな。そうですね。強かったね。はい、で、まあ、その中でまだ橋本がでかいし、で、この顔つきやし。でも、あれですよね、先輩の直系の僕、付き人になるって聞いてたんですよ。山野さんって一個上の方が、ボーイズ時代に仲良かったので、で来たら、そしたら先輩はピッチャーはあかんと、ああバッティング練習するから、野手にするからっつって、あのクビになったんですよ。ああ、僕はそれよりお前がムカついたんじゃん。いや、そんなことはないですね。あの北斗の拳でだいぶ喜んでおられたゲボバビバーって言ってたかも。もう部屋で何百回殺されたかっていう。もう無言でこの辺こうやって押す時があるんですよ。ヒデブーとかやって僕はあの本当ペット代わりになってましたね。じゃあ今オリックスのラオウは嬉しい。あいつ、まあラオウですから、僕雑魚キャラだからやられてしまうっていう。ラオウにこれやられると僕死なないといけないから、ちょっとやばいな。そうだ、はい、ラオウちゃうやろ、ケンシロウやろ。いや、僕は雑魚キャラなんで、 あの人はラオウだから提唱するんで、まあそんな感じでしたけど、ね、まあ聞けるといえばね、いろいろこう思い出があるけど、じゃあ俺が3年の春に入ってきたんだよね、はい、そうです、そうです。だからあんまり会話した覚えないんやけど、だって我々はいと家で家もほとんど言えないじゃないですか。はい、はいだけですから、はいっていう感じで後で帰らなきゃいけない。いやいや、はいはアウトやんか。アウトや、伸ばしたらあかんやん。はい、だけど、はいって言いながら、なんて言い張ったかなっ
ってはって考えるんですよ最後まで聞かなあかんのに、はいっていうな、うん、用事あったかってもう、もうテンパりっぱなし。僕忘れました、清原さんが放置新聞持ってきてくれっていうのを、放置新聞なんか言わないじゃないですか。おい、ちょっと野村放置持ってきてくれって言ったんですよ。包丁っつったかなとか包丁包丁ちゃうなとか、うん、で僕本当に包丁持ってったら、お前俺殺すはせいるかボケーだ、その裏でコツンってやられたのを覚えてます久保さん多分覚えておられないでしょうけどすごいことしてるね。だって何か持ってかなあかんやんか。自分はあの松山さんが付き人だったんですけど、怖かったな、はい、怖かったです。キャプテン、はい、田口と、田口さん、あのボーイズの時に田口さん、あのオール尼崎って言いました。あの要は尼崎ですかね。よく試合でお会いしてたんですよ。あ、ほんならええやん。それであの田口さんもあのザコキャラがだいぶお気に入りしてたんで逆に可愛がってもらった。そうなんや、もらった。でかいよな、190ぐらい。91じゃないですか。で最初その雑用を終えるのに、はい、俺もだいぶ2ヶ月ぐらいかかった。最初なんかお客さん扱いするね。あ、そうです。入寮するまではですね、2週間入学して、はい、2週間ぐらいか、はい、3週間ぐらいです。なんかライトの後ろソフトボールしたりね。そう、あの5000円でソフトボールやったり、お風呂先入れてもらったり。禁止事項1個ずつ言うと、まあ、まずあの当たり前でいいんですか。水飲んだらあかんのか、はい、寮生活は影禁止です。影とは、影とはあの勝手にジュース飲んだりとか、お菓子食べたりとかですね、はい、そういうまあ先輩に黙ってそういう満たすことが無理。あと冷たいお茶は、あ、もう禁止です。氷も絶対なしですから、はいはい、ダメですね。あと寮生活で部屋の中ではどうするの。正座ですね。正座です。正座で体育座りです。いや、正座です。体育座りは最初で、俺正座でもあってたよ。正座から休んでええぞって、楽にしてええぞって言ったら体育座りで、あー、でもあー、もうええよ、もうちょっと楽にせえよって言ったら、あぐらこうかくのは OK 出るんですけど、だいぶ落ち着かないですよねだからなんかこう動くんですよ。あのカーペットっていうかさ、部屋掃除、あの掃除のコロ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 動かすやつね。だから僕それを俺やりだしたら、先輩スタイルじゃん、お前ほら出て行けって言われてで、ね、解放されるっていう。基本正座ですよね。基本正座、はい。あと先輩が「おい!」って言ったら、一年坊主はどこにいても、どこでも返事していかなかった、はいってもうどこに聞こえたら行かなかった。そこでまあ力関係出るよね、一年生は。誰が行く、誰が行く、誰が行く、はい、はい、大体でも慣れてくると返事せえへん、大丈夫かなとか思ったらバレるやん俺よ、バレてた。部屋をって隠れるに隠れられへんし、そう、ワンテンポ遅れるとね。はい、そうです。あ、こいつらマンモしやがったで、ドバーン、そうだね、全部部屋探しに来はるから。俺一回トイレ隠れてる時もものすごい水かけられた開けられる前でダーンって言って、あの大井が一番怖い。怖い、何頼まれるかわからないから。怖い。あと1年生は長袖禁止やしね、うん、あ、長袖しか着れないです。半袖あかん、半袖ダメですよね、うん、グランドでも寮でも。あとユニフォームニットあかんよね。あ、ダメです。もう綿やね、綿です。クソ寒い時にね、はい、ペラペラやん、もう何やったっけ。で、新チームになって先輩から譲り受けたら半日とかなんか着れたりしてましたけど、1年生の時はもう完全な面ですよね。で、俺1年の時は竹バットやった。はい、あバット、はい。俺ピッチャーとやして練習違ったっけ。いや、あのバッティング、あ、一応ピッチングやってバッティングもなやってましたけど、1年生やらせてもらいましたけど、すぐ分かれてると思います。最初ピッチングを先に行くんで、シートの時に僕らはボール渡しです。だからボールの渡し方も教わりましたもん、はい、まあ、ポンと渡しても上がってるのこうふわっとこう当たるか当たらんかくね、一回一回こうふわっと渡しました。こうふわってな、そう、圧をかけるな、圧をかけるなと
だから小室先生がこう黒いサングラスかけてるじゃないですか。そう、こうその中でペッてたな、あのリズムね、あのリズム狂わしても怒られるよな。それはよく思います。ちょっとグランド生だった寮生活はどうしようか。食事の時どうやった？食事の時は食堂1年生がもうずっと立ってますよね。まあ、じゃあ6時から飯なって言われるとこうちゃんとあったかい状態と、あと米を立てて入れろと、こうふんわり、それもふんわり、米の切りちゃんと切って、こうダーンダーンって入れないですもんな。これダメですよね。ほんでこう溶いて、こう切って、俺米切るって何と思ったもんね。ほんで俺丼にこんなんついてた日にゃ。そうそう。で先輩は赤丼やったんですよ。そうです。木原さん赤丼ですもんね。松山さんと先輩とあとほんで3つしかなくて、あ最初5つぐらいあったんですよ。そしたらなんか割れてな、うん、で3つぐらいになった時に、そしたらまあ力関係あるじゃないですか、うん、3年生の、はい、誰が赤丼で食べるんやん。一緒にその5人ぐらい来た時、誰どうするどうすんねやろ、いや俺あかん、いやあかん、そしてもうダラダラだよな、ダラダラ、今以上のダラでな。ほんでこう冷めたらあかんじゃないですか。でも6時に来てくれへん時とかあったやん、な冷めてるやん、おいってやってた、はいみたいな、コンコンってやって、はいっつって、おいおい、どうなのってね、はい、あっ、いやでもはぁって言われへんし、遅れましたやんもないから。それでまあ食事のこう盛り付けとかも味付けもやっぱりその先輩好みなんで、まあ、よく言いましたけど、生姜焼きはもう食べたないとか、嫌いな人はそれあろって、で砂糖醤油やら売店でなんか焼肉のタレ好きなの買ってきたりとか、まあその時の先輩の口のまあ満たしたい味付けが大変でしたよね。まあ PL の生活でそのマヨネーズ必需品やからね、はい、何するにしたの、はい、チャーハン作りもマヨネーズじゃないですか。そうそうそう、油代わりね、はい、俺なんか未だにマヨネーズ好きよ、はいはいはい、もう何でもだから僕ら一年坊主ないじゃないですか、おかずが、はい、もうマヨネーズご飯醤油かけたりとか、あと納豆出てたじゃないですか、はい、あとこう岩のりと、はい、あれがもう最高やん、で納豆とトマトだけ必ず余ってたじゃないですか、食べないな。だから納豆に俺なんか寸印なの砂糖あるじゃないですか、1キロの、はい、あれ砂糖かけて甘いもん食いたいやん、一年の頃。あ、デザート風にしてたよな。甘納豆みたいにしてお前は俺はやってたからすか、俺やってないで、いややった、俺それで納豆食えるようになったやん。俺もそう、俺納豆もないから、ないからおかずないから、こんな臭いなとかべちゃべちゃやん、もう臭いしかない、ただでさえ水分ないのに水飲んだらあかんのべちゃべちゃになるし。だから結構慣れてきた時に先輩方が残す、うん、残飯っていうんですか、あれさえ食ってたもんな。だからラーメンの汁とか、汁、お汁どうするどうする、汁どうするどうするって、雑炊みたいにしたりして、もうやっぱ生きるってこういうことかと思ったもんね、1年生の時に。本当思う、やっぱりそういう寮生活、そのプレッシャー半端ないでしょ、はい、その一日中気抜けることがないわけ、はいはい、唯一気抜けるって言ったら学校での、まあ学校気抜かれへんか、はい、そうなんです。だから通られるじゃないですか、廊下を、うん、1年生のところを、で基本トイレ以外は出るなと、うん、でまあ、あの自習の時間になった時にちょっと休憩こうやってできるじゃないですか、はい、そしたら剣道部とゴルフ部のやつらが起こしてくれんねん、起こしてくれんねん。またトイレがあって教室が1年、2年、3年じゃないですか、まあ、PL って変わってたよね、はい、地下ですもん、普通科の生徒たちは、はい、3年間俺は悪くなったよ、ね、はい、ね、だから上に上がることがダメだったので、ね、はい、まあその高木部長に橋本、片岡、今すぐ職員室に来いっつって呼びつけられる以外はまず上がることはないもんね、上知らんやね、うん、でまあ学校でも「おい!」ってあったじゃないですか、あ、まあ、その時「誰行くね」って「誰の声や」みたいな、もうほんま寝てる時も緊張感バリバリやったんで、
やっぱり目覚ましかけて起きちゃったじゃないですか。目覚ましな、はい、最初6時30分が起床で、1年生は起床前に食事しとかないからじゃないですか。だけど起床前に起きるのに目覚ましかけると先輩方起きるんで、そうじゃあどうやって起きるんやって気合じゃないですか。気合気合、いやでも最初のうちはわからないんでかけてかけて持ってたやろ。普通にかけてたよ。だって俺だから、でもそれがあかんっていうのを月城さんにむっちゃ怒られて。でも最後のや、はい、昔の時計ってこういうええやつちゃうからね、はい、質問のこういう旅行持って四角いやつやんか、はい、だから最後のカチッってなる瞬間あるやんか、はい、あのカチッって起きてこう、あ、そうです、 あれが身につきました。あとこのデジタルっていうかパサッパサッってやったじゃないですか。俺あれつこた時に、あの杉城さんに「やめとけ、この一枚一枚落ちる音もうるさい」と。起こしたらまずいから、でやめて、あのまあ目覚ましなくて「グイーってやる。でもあれ不思議なもんですね。先輩もそうだったんですか。そうそうそう、すげえ。寝坊もしたけどな。ああやっぱりでもみんな PL の1年の生活があって、ね、今があるから、はい、でもやっぱりそれがだんだん立つとはみんな面識あったの。いやありました。橋本でも中学校の頃、小学校中学校試合してるんですよ。で僕は幼稚園から一緒なんで、立つは偉い差が出たな、はい、まず家も近かったよね。だから家も立つの家はダッシュした30秒ぐらいです。そんな近いで同じチームでやってました。もうちっちゃい方から。はい、そうです。片岡のことは知ってた。片岡は知らなかったです。あの彼しあのシニアだったので、京都の、はい、で僕らはボーイズだったんで、はい、だから1年生全員さ初め何月後か集まるときに、はい、知らん人って何人ぐらい。まあでもほとんど知ってた。橋本と立つとで、泉がヤオフレンドなんで、試合したことあったんで。復活は復活は知らん。あ、知らなかった。知らんその僕は4人、3人ぐらいですか。あとは全く知らなかったです。自分はほとんど知らなかった。桑田の名前は知ってない。はい、でも、だから誰が桑田なのか分からへん。名前を知ってただけです。そう噂に聞いてたの、風の便りで、はい、だから中学生で140キロ以上投げるとかね、はいはい、ほなやっぱ俺田口のことかなと思った。でかいし、はいはいはい、クワタってあれやろなと思った。一番方法もちっちゃいやん、はいはい、これ強くはたまるみたいな感じで。へー。クワタはどうやったの、1年生に対して。まあ優しかったですね、うん、なんかこう説教っていうか、あのまあいろいろ先輩に教えていただいてる時間があるときにバーンと入ってきて、やめといたれよ。あと、立浪めっちゃ可愛がってました。部屋子だったんですよ。だから立つって、だからいつも一緒なんですよ。いなくなるんです、立浪は。立つはで、部屋入ったら立浪布団引いて、もう暑い、暑いな。だから桑田さん部屋クーラーかけないから、夜寝れんよって、うん、立つは前、目の前が勉学室じゃないですか。勉学室椅子をこう、4つずつ並べたらこうなるじゃないですか。そこに布団引いてあいつ寝てましたもん、寝れんよって。クーラーかけへんの。クワタさんかけないんですよ。でも基本一緒に昼休みとか。昼休みって何。いやだから練習終わりであるやん。要するに日曜日の早めに終わった時に、はい、一緒に寝てたりしてたで。マジ。いやな、誰この人。いやだからいつも一緒なんですよ。だから飯食うのも一緒なんだから。クワタさん冷たいカレー食べはるじゃないですか。知るか。知らないですか。いやだからね、清田さん僕ら1年も食堂いるでしょ。で清田さんってなんかあの桑田さんと達がピョコッと来て、多分一緒に練習して腹筋反撃やって帰ってきたんですよね。で1年ってカレー冷やしといてって入ってきはるんですよ、食堂に。横に達もいるんですよ、はい、だから2人分っていうわけですよ、まあ、でそれから一緒に桑田さんと達一緒に風呂入るんですよ。でその間俺らカレーついで冷蔵庫で冷やしとかなあかんんですよ。ほんで熱々のライスを入れるっていう。そうね。どういうことやんそれ。冷たいカレーを食べるにご飯熱いの。はい、まあ、結局ぬるいってこと。はい。それが冷ましとくらいでいいやんか。はい、そうですね。でも冷やしといてって言いました、必ず。
はい、だからタツは、うん、いつも並んで食べてたよね、うん、タツはなんかものすごい可愛がってもらってもらってるなっていう印象ですね、うん、あそう、はい、俺寮生活ですごい印象なんてあれなのかな、まあ、タツに行ったあったわだからそれで、はい、俺はちょっと関西あの岸和田なまりやから一、はい、人ずらいやろな大阪の方、はい、みんなが、はいはい、これで俺手カサカサで半の桃の時期やろ桃の、はい、僕はあの部屋だったんですけどクリームですねクリームの、はい、ピンク色の僕はそんなミスはせんと思ったもんねあいつ普通に花持ってきた桃の花持ってきたあのファンの人からいっぱい花もらうからどれが桃の花言うてね花持って行ってあれはウケたな、はい、でもやっぱり立つはやっぱり俺松山と村の仲いいんだけど、はいはい、やっぱりまずもちょっと目つき違ったやんか、はい、あのやっぱり立つも入っていた人から、はい目つき違ったって言って俺怖かったって言って、だからあいつがやっぱり、まあ、今 PL の話だから立つって言わせてもらうけど、はい、やっぱりその1年生の中では、はい、その力関係みたいなのあるやん、はい、やっぱり立つが一番そうですねそうですね、はい、ものすごい気短いんで嘘本当ですよう切れてましたもんでやっぱ僕もあの幼稚園から知ってるんですけど、まあこう容姿はこう綺麗じゃない、はい、怒りそうにないじゃないですか優しそうやしイケメンやし、よう試合になると、まあ大輔いるじゃないですかあの時上野宮の時なんか牽制でよう思いっきり蹴り入れてましたもんクロスプレーみたいなこうタッチ行く時でも。こんなんやつさすが関西みたいなおお前調子なんだこれ池間の頃やみたいなタッチもブワーンやったりしてましたもんあれお前の年ちゃうじゃんあ元気は2つ下はい下なんですよその頃からもやっぱ出てたからそれでお前調子なんだこれやっぱこれやっといたからとか言ってましたそれこそ大阪予選の時ですかね、うん、あ夏の予選の時です片岡はかあっちゃんはですね、意外に今面白いことは言ってたんですけど、どっちかというと静かなタイプでした。そうですね。1年の頃そんな意味あんま喋らんかったです。え、高校とかこうやってたの？やってたかな？やってたかな？あいつこうやってこうやってやりますね、確かにやりますね。やってたかな？あいつ阪神いた時もうすごかったのもう。はい。どんどんなってましたね、バッツァバッツァ。バブルヘッド人形みたいなどん底から這い上がるぞ53歳過ぎても打てるんだ